吉田さん、そうですね、なんかこう、60まで情報販売するっていうのも、まあ、悪くはないですよね。本当に一番になるんじゃないですかね。まあ、私は60までなんかこう、お金を稼ぎ続ける、そのためにまあコンテンツ作るっていうのは、まあ、選択しなくて、40から0で始めても、45ぐらいにはもう一丁上がりになったわけですからね。そうなったら今度は残った時間、人生の時間をいかに使っていくか。で、使うときに、経費が発生するだったら、その経費をどうやって賄っていくかのこのバランスなんで、今のところはね、今の投資の感覚でいくと、それからビジネスの感覚でいくとね、まあそんなに、今月も売らないといけないっていう状態にはならなかったかなと思いますね。っていうことはですね、大きく分けて、ざっくり分けてですよ、まあ、ドリアカと速稼塾を、その違いを分類するとしたら、私は途中リタイアなんですよね、多分。40代で始めて、40歳から始めて5年くらいで人生のお金全部稼いで終わりにしましょうみたいな感じですよね。それ以降はもう金稼ぎしないみたいな。だからお金を稼ぐスキルは途中からなくなりますよ。落ちていきますよね。まあでもそのお金を稼ぐスキルが必要なくなってくるとも言えます。例えばインターハイとかに出てた選手が、じゃあそのね、100メートル走でもいいし、投げやりでも、ね、やり投げでもいいんですけども、その能力を50代になっても60代になっても使いますかってことなんですよ。多分使わないと思うんですよね。使わなくても、例えば10代とか20代で培ったその自分の実績がね、一生支えてくれればいいのかなと思うんですよ。でも実際はスポーツで一山当てた人が、その後一山当てた時代のものをずっとね、その余力でやっていけるかどうかって言ったら、これきついですよね。例えば有名な野球選手でも、途中で解説に行かなくちゃいけなかったりね、なんか商売始めてみたりとか、常に何かをやってお金を稼ぐってことが同居している以上、まあ、多大なるリスクを抱えながらやってるところもあるのかなと思うわけなんですよね。まあ、リスクがないといえば、私の暮らしにもリスクはありますけどね。ただ、まあ、私にそのリスクの毀損が起きるとしたら、その他の人はもっと早くリスクの毀損が起きて、とんでもないことになってると思いますから、まあ、いわゆるそんな危険水域にはいないのかなと思いますよね。で、その根底を支えてくれるのが、やっぱりその YouTube ではあると思うんですよ。YouTube で情報発信することによって、出会いがあり、学びがあって、販売も起きるみたいなことがやっぱりうっすらとありますんで、じゃあ例えばなんかセールスをしたいなと思ってね、商品が生まれた時に、じゃあどこでセールスするかって言ったら、普段使ってるこの YouTube チャンネルですれば一丁上がりってことなんで、取引先に広告会社はいらないしっていうね、マーケッターもいらないしみたいなことになりますよね。そうなるとね、今度私思うんですけども、誰ともつながらないリスクはありますよね。確かにね、自分で何かの能力がちょっと失われた時に、誰かに頼もうと思った時に、その当てはないですよね、確かにね。まあ、その当てを、例えば速稼塾の塾生さんに求めるってことはあるのかなと思います。さあ、そして今回のまとめになりますけども、暗号通貨のカルダナエダに関しましては、ステーキングプールを運営するってことは私にはできませんけども、私の塾生さんができるようになったんで、そこに、まあ、資金をね、集めることができた。私のその発信力の力と、その方のコンテンツ力合わさって6億円が積み上がって、これからもね、6億円が7億円になり、8億円になり、10億円になって増えていくと思いますね。これはね、今でも全然募集してるんで、で、一旦その募集がどっかで終わっても、また再開すると思いますんでね、ここはすごいことになるんじゃないかなと思います。そして、その仕組みを使って、私もおそらく利益を得ることができますんでね。で、こうなったら、その手放しで進む自転車みたいな感じでしたね。最初は漕いでいたんだけども、途中から薄い下り坂になって、急速に落ちるわけでもないけど、さーっとね、走っていくような感じですよね。もうだいぶ助走つきましたんで、私の残りの人生ね、40年ほどあるのかもしれませんけども、それを使い切るには十分な加速はついたのかなと思います。ただ、天変地異っていうのがいつ起きるか分かりませんから、油断をせずに、いつも自分の刀を研いでいこうかなと思いますよね。ということで、どんなことがあっても自分の心の刃を研ぐことは忘れずに、その一つとしてこの発信をやめないと、トークは常に枯らさないでおく、頭は常に使い続けておくってことはしようかと思いますね。